今回ご紹介を、はい、同僚の方でいただきましたけど、そのなんでいただいたかってちょっとお聞かせいただくと。まあ、会社の同僚で、はい、まあ、この近くで家を探してたと、はい、でその時にいろいろ見てる中で個人的に満足した部分がやっぱりすごく多かったので、はい、こういうところもあるよと、で、まあ、地元のところだしいろいろ動きも早いよって話とかをしてあげたら、ちょっと話を聞いてみたいっていうので行かれたみたいで、うん、あ、そうだったんですね。工事中でしたよね、しかも、はい、工事中の中でのご紹介をいただいたんじゃないですか。そうですね、はい、その段階で自分が満足してる部分っていうのを本人には伝えました。 あ、そうだったんですね、はい、ありがとうございます。 どんな点が工事中の中での、まあ、住んでからも満足されてるって今お聞かせいただいたんですけど、はい、工事中のところのここが良かったっていうのがなんか感じ取れた部分教えてもらえると。僕もそうですし、はい、その同僚もそうだと思うんですけど、建ててる打ち合わせの時とか、はい、あとはその建てた後に、まあ、アフターフォローというか、はい、そういうのがこうしっかりやってもらえるのかどうかっていうのは、うん、2人ともそれは気にしてる部分だったので、建てる会社がそこがやっぱり一番気になると。 でそこが LINE でこう連絡を取れたり、はい、OB の人からもそういう話が出てるっていうのを言ったら、あ、それはいいねっていう話をしてて、そうだったんですね。でちょっと話を聞きに行こうっていう話になったので。そうだったんですね、ありがとうございます。間取りで一番気に入っているところっていうのはどういったところが気に入ってますか？僕はリビング、この広さが気に入ってる。間取りのところで気に入っているところは、うん、はい、リビングもそうですし、あとは収納のウォークインクローゼットとかは、はい、そのもう洗濯で乾いたものをすぐもうハンガーのままそのままかけてっていう時短のところをやっていて、そこのスペースがちゃんと広く取れたのがすごい良かったなって思っています。あれですもんね、やっぱりお仕事 しながらの家事だから。そうですね、だいぶ洗濯物畳むのとかも正直やっぱり時間かかるので、うん、そこが軽減されたのは本当に良かったなって思っています。ありがとうございます。あとよく喜ばれるポイントで洗面所の中の収納って、それよく提案してるんですけど、はい、使ってみてどうですか？はい、そうですね、洗面所のところはとても入るようになってますし、あとはそうですね、洗面台の中のところの、はいはい、一番下が網になっているので、はい、うん、そこに歯磨きを置いたりとか、うん、あと旦那のひげ剃りとかが置いてあって、うん、ちゃんとその通気性もあるところがとっても、そうですね、気に入ってます。ありがとうございます。